どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ウクレレだけではなく、楽器全般、ピアノでもギターでもそうだと思うんですけど、弾き語り、これ弾き語りをですね、弾き語りっていうのはこう楽器を弾きながら歌うっていうことですよ。これがすごく上達する秘密の裏技をご紹介したいと思いますね。楽しいでしょ、こういうのも。たまにはね、いいですよ。弾き語りっていうのは本当に気持ちがいいんで、いつもやってほしいと思うんですけど、いざやろうと思うとどうもうまくいかないと。秘訣があります。まずね、5ステップでご紹介しようと思います。5つのステップです。まず順番をいきますよ。まず第1ステップ、今日はちゃんと書きましたからね。はい、歌を聞き込んで覚えるですね。歌を聴き込んで覚える。で、歌いたいなと思う曲を、まあ、覚える。これが大事なんですけど、もう覚えて、例えば大好きな曲があったとしたら、もう覚えてるって思うじゃないですか。でもね、よーく見ると覚えてないんですよ。ちょっと下に細かく書いてありますけど、次ね、歌詞の内容を映像化って書いてあります。その下もね、歌詞の内容を知るって書いてあります。これがね、めちゃくちゃ大事でございました。例えば、今日の例はですね、ユーミンのルージュの伝言という曲、簡単でみんな知ってる曲なんで、これを題材にしようと思うんですけど、こういう曲ですよ。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったのっていう歌ですね。これ皆さんここら辺ご存知だと思うんですけど、まず歌詞に注目してみましょう。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。こういう風にも文章で考えるんですよ。そうするとどうですか？目を閉じてその歌詞を言うとね、あの人のママに会うために今一人列車に乗った、女の子が一人で電車に乗ったんだな、それはどんな電車かなとか、山の中を走る電車なのか都会の中を走る、そういうことをですね、自分で映像化するんですよ。これが大事ですよ。この映像化、それを頭で感じながら歌うもんだから、同じ曲を100人が演奏しても違う雰囲気が出るという。ロマンチックでしょ。こういう風に考えるんですよ。でね、今までこのルージュの伝言って歌知ってるよって方も、こういう聞き方は結構してないんですよね。ああ、あの人のママに会うために列車に乗っていたんだなって感じ。そういう風に音楽を全部分かっていくわけで。一個の小説を読むように、その曲を知っていくわけですよね。そうすると、ね、一人で電車や女の子って、今一人で、だからそうやって歌詞の次続きがどんどん出てくるわけです。映像化すると映画みたいに、要はドラマみたいに頭で作るわけですから、歌詞がね、ストーリーで覚えられるっていうか、その画面っていうか映像で次の歌詞がどんどん出てくるっていう風になりますんで。はい。まずこれが基本。歌を歌えないと、もちろん弾いては歌えないですからね。これが第一ステップです。その歌の歌詞を知る。映像を作る。これ第一ステップですよ。いいこと言うでしょ。はい。で、次はですね、こっから大事。丸に。次のステップです。4つの手拍子で、ただ歌う。楽器持たないですよ。4つの手拍子でただ歌うんです。やってみましょう、今の曲ね。ワン、ツー、スリー。あの人のママに会うために、ワン、ツー、スリー。今人に、列車に乗ったの三四一二三四。これはできますかね、皆さん。これ肝心です。このパン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 、この4つの手拍子でやるんですけど、これ分析すると面白いですよ。あんまり難しく考える必要はないですけれども、ちょっとこれ面白いもの書きました、ね、見てください。はい、どうぞ。まずこの赤いところ1234って書いてあるでしょ。だから1234、1234、1234、1234って赤いリズムがこう進んでいきます。言葉がね、見てください。あの人の、のところはね、1234じゃないところで言ってるのがわかりますよね。あの人の、まに会うために、こういう風に言葉のタイミングを測ってみると面白いんですよ。あの人のままに会うために、はいはい、次は今一人列車に乗ったの、こういう風に測ってみると面白いです。これちょっとメモってもらうと面白いと思うんですけど、こうやってリズムも当てはめていく。その時に気持ちよくこう叩けるとそうなってるんですね。あの人の
ママに会うために、こんな感じです。この辺を意識して声4つで叩くんですよ。で、言っときます、弾き語りで一番大事なのはこの4つで叩いてやるってことですよ。これよく覚えておいてください。そしてこの手拍子で歌が歌えるようになったら、ちゃんとね、あの人バッチリできるようになったら、やっとです、楽器が登場します。これはウクレレでもギターでもピアノでも、みんなその弾き語りする楽器すべてにおいてなんですけれども、はいはい、ステップ3はやっと楽器登場きた、嬉しいな。はい、でですね、ここキーポイントですよ。見ておいてください。よくあるパターンなんですけど、歌う前にね、最初に出てくるコードを鳴らしてキーを確認してください。はい、最初のね、音程がなかなか取れないので、まずこれ確認しないといけないんですけど、よくあるのがね、こういう感じなんですよ。じゃあ歌います。あの人のママに会うために、こうキーが違って、スタートの音がまず測ってからじゃないとね、やっぱりさすがにこう、ウクレレというかその楽器の音と自分の声のスタートの音がきっちり合ってないといけないわけです。それどうやってやればいいかというと、まあ、C を弾いてみて、あの人だなって、まず一回ここで自分でスッと理解して、最初の音を知るっていうのが大事ですからね。これ最初の音を知る、あの人、よしこの音だなって言って演奏を始めます。そしてさっき手拍子したこの 1,2,3,4、 この手拍子がそのまま右手で 1,2,3,4 という、このこっちのストロークになるわけですよね。ピアノで言ったらトン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 でこういう弾くものになる。これ手拍子っていうのがこの楽器を弾くリズムを刻むポイントですからね。で、しかももう一個追加されるのはコードの追加ですね。はい。このルージュの伝言は今の部分は C と Am という二つのコードだけなんで、比較的にこういうことに集中できるかなと思って。これルージュの伝言はこの練習、リズムの練習とか弾き語りを極める、分析するには向いていると思います。以前私のレッスン動画ここに貼っときますので、ちょっと見てみてください。じゃあまあ、ひとまずやってみましょうか。1,2,3,4。あの人のままに会うために。こんな感じで言葉を意識するとね。じゃあ、普通にやります。1,2,3,4。あの人のままに会うために、3,4,1,2,3,4、今一人列車に乗ったの。はいはい、こんな感じですね。そうすると手拍子がこっちに変わった、はい、やっと楽器と一緒になりましたというふうになります。いいですね。やっとなんかこの弾き語りの感じを掴んでいただいたと思うんですけど、キーもね、最初に確認しといたんで、まあ歌えると思います。で、この時肝心なのが4つで弾くじゃないですか。その時に、手拍子と一緒のところですね。この時に、この体も一緒にこう揺れる。これが大事です。そして、皆さんね、じゃあちょっとやってみましょうか。あの人の、体ごと、舞うために、これがすごく大事です。皆さんご注目ください。テレビを見たり、ライブを見に行ったり、そういうプロの演奏でもアマチュアさんの演奏でもいいんですけど、ライブ見に行ってください。テレビで見てもいいですよ。必ず演奏してる人、歌ってる人、リズム取ってますからね。これ取らずにやるっていうのはもうなんていうのかと、これガイドなしになんか山に登るようなもんですから。これ体が、要はリズムのガイドになる。この手拍子から始まってそれを体にこう全部一体化させる。こういうイメージがいいですからね。体を揺らしてください。で、これがポイントでございます。はい。じゃあ次のステップは何かな？はい。今の続きですけど、4は。4つの基本リズムを意識して歌うってことですね。ちょっと、深いですけど、あの人のままに会うために、ちょっとこのワンツースリーフォーのところでアクセントを持ってくる。今一人列車に乗ったの、この3,4、体ごと今 1,2,3,4 ってできたじゃないですか。これが基本です。これができると何ができるか、ちょっと見ててください。1,2,3,4。あの人のまんまん、体見ててくださいね。同じに体の動きだけで弾き方を変えます。今一人列車に乗ったの。はい、どんどん変えていきますよ。次はチャです。あの人のまんまに会うために。次は16ビートかな。今一人列車に乗ったの。あの人のまんまに会うために。なろうが、この1,2,3,4、1,2,3,4の体の動きは変わらない。つま
まりこの4つを何があろうがこう体で持っていく。歌もそこに同じようにストンと置いておく中で8ビートとか16ビートとかこうお好きな弾き方を、アルペジオもあの人のママに会うためにこんなように何が起ころうがこの4つは基本に入ってるわけですから、この4つ、この手拍子のところ、これが大事だから、いつもガズレレ YouTube でも最初の4つ弾きのところ結構、大事ですんで、はい、そこをこう中心にやっていくわけです。あ、深くなってきた。これ意識するだけでね、ものすごく弾き語りが楽しくなります。そしてですね、今4つのキーをパート4いきました。いよいよ最後のステップ来ましたね。ここがめっちゃ大事ですよ。1に戻りですよ。歌の映像、世界観をイメージしてね、しながら歌うってことです。これが大事です。1に戻りって書いてある。1ってなんだっけって考えたら、はい。歌詞の、内容を映像化する。歌詞を知るじゃないですか。これ歌詞を、映像化した世界観をイメージしながらこれをやるんですよ。この二つが混ざんないとダメなんですよ。これめっちゃ深いでしょ。ここにゴールって書いてあります。これ矢印書いてあるでしょ。これがゴールなんですけど、これ、ペロッとめくれるシステムになったら、これペロッとめくってみましょうか。では、めくりますよ。パサッ！見てください。できた！弾けた！がゴールではないです。できたとか弾けたっていうのはゴールじゃないです。全然ゴールじゃない。何がゴールか言いますよ。はい。これです。いい気分だなぁと、いい気分で今できたなぁとか。はい、次は。イメージ。私のイメージした通り、映像通りの世界観ができたなぁとか。あとは、楽しいなぁ。楽しいだぁ。いい気分だなぁ。イメージ通りだなぁ。思うようにできたなぁっていう気分が乗るんですよね。これができた時が弾き語りの、それこそ醍醐味で、私がよく感じるのは、できた、弾けたがゴールになる人が多いんですけど、できた、弾けたっていうのはただできただけですから。その上に、一番最初に思った歌詞の映像とか内容、イメージが乗って、初めてこれが弾き語りの、まあ、楽しさというか、こう、やりがいというか、つながるんですよ。はい。ゴールっていうのは、その気分まで入っているゴールでございます。最初に描いたイメージ通りにできた、再現できたかなとか、そんなことがゴールになると思います。いかがだったでしょうか。そんなことちょっと意識するだけで、いろいろですね、弾き語りがまた楽しくなるかなと思うんですけれども。やっぱさあ、せっかく一曲弾こうと思うときに、マクドナルドの紙コップみたいに曲を、はい、この曲ってやると永遠に自分のものにならないんですけど、一曲決めて、もうバッチリ、もうこの曲だけは本当に心を込めて映像通りに弾けるっていう曲を、練習するっていうのも一個のいい方法だと思いますんで、ちょっと取り組んでみていただければと思います。お知らせです。2年ぶりにガズレレイベントを開催します。これは嬉しいな、もう僕も待ち望んでいて、やっぱりオンラインでいろいろやるのもね、楽しいんですけど、やっぱりリアルであって、本当こう生のね、こうパッションを、皆さんと共有したいなということで、はい。予定ですよ。はい。8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の、9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月2日、横浜でございます。現在大好評チケット受付中でございます。はい。このイベントの詳細はですね、ちょっと動画にも公開していたり、特別に作ってるページが1枚あるので、ちょっとここに貼っときます。概要欄にも貼っときますけどね。ぜひこのイベント皆さん、ちょっと参加していただいて、ガズさんにリアルに会いに来てください。楽しいこと間違いなしですからね。よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。お予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方、ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。あと皆さん、これ入ってますか？ガズレシピという、アプリがあるんですよ、ガズレレの。ガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜が
そのスマホとかタブレット見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲、また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで、載せている楽譜っていうのは、リッドミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またね、オリジナルのデザインされた、見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね。ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますんで、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、ウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。